皆さんを発表者に今です。これまず1分でやります。で最後に100分でやったら2分使ったダブルハンド、これ最後3分でやりますよ。最後3分が日本車の作品です。すごいです。楽しんでください。あと4分ぐらいでやります。ちょっとしゃべります。皆さん、せっかく集まっていただいたんで、拍手の最終チェックです。皆さん、ヨーヨーの疲労の形を覚えてます。行きます。まずこれ中国、東京から来ました。まずこちら、ヨーヨーの東京タワーです。見えますか？持ってよ。じゃあもう一個、ヨーヨーの星です。ありがとうございます。あ、でも今のは、僕にとってはかなり簡単です。こっから行き難しかったら、多分何やってるか分かんないと思うんですけど、まあ、とりあえずバーッと渡って、やってきたらどれか外すと思います。テレビ朝日スコロマンスください。そうじゃ、ミュージックです。お願いします。
ミニさん、僕は最後、人生かけた本当パフォーマンスをご覧ください。僕、本当に人生かけてまして、今こんな感じでパフォーマンスやってますけど、僕、実は1年経って前までは、普通に感想になってました。本当です。僕、某 IT 企業で8年間営業やってました。でも今は、これ1本です。正直言って、決して簡単な決断とかはなかったですけど、自分の人生にこれ以上嘘をつきたくない、そんな思いで、思い切ってこれ1本になりました。僕、それぐらい、人生かけて、本当に本気やってますんで、皆さん、最後まで応援してください。お願いします。ありがとうございます。ただここまで行っても判断してもお客様なんで、お3分見てから決めてくださいと思います。そうやっていきたいと思います。てめさん、僕は今からラストパフォーマンス、ミュージックスタートと言います。スタートと言いますよ。皆さん大きな拍手で迎えてください。お願いします。さあ皆さん、そんな感じです。皆さん最後3分間楽しんでください。いきます。よろしいですか。いきますよ。ラストパフォーマンス、ミュージックスタート。ありがとうございます。皆さん最後3分間お付き合いの方お願いします。最後ます。皆さん楽しんできましたでしょうか。